はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回ナルトからこの葉隠れのもう一人の創始者内葉マダラの忍術について見ていきたいと思います。内葉マダラは隠れ里システムのない時代から活躍しており、内葉一族を率いて戦っていました。その強さは凶悪すぎる術ばかりで、その圧倒的強さは5影たち全員で挑んでも歯が立たないほどのレベルで、私たち読者を絶望に追い込んだほどの実力でした。今回はそんなヤバすぎる忍術を持つマダラがどんな人物でどんな忍術を扱うのかを早速見ていきましょう。よろしくお願いします。内葉マダラ、この葉隠れの里の創始者の一人。赤い甲冑をまとい、黒い特徴的な長髪で片目を隠した男。サスケの一つ前の大月インドラの先制者、内葉一族の一人であり、その時代の一族をまとめ上げたリーダー。世界中の隠れ里に最強の忍びの一人として名を知られている伝説の忍びで、倒せるとしたら柱間以外に存在しないとまで言われています。同じ陸道仙人の血筋で5の初代火影である千住柱間とは何度となく戦場で戦ったライバル。長い戦争の果てに千住と内葉に同盟が成立し柱間の仲間になっていましたが、最終的に千住に兄弟を全て奪われたわだかまりが消えておらず、さらに陸道仙人の石碑を読んで争いの歴史に絶望したことにより、柱間の知らないところで一方的に亀裂が深まっていき決別。柱間の知らないところでってのがなんか切ないな。何でも一人で抱え込む内葉の特性なのかな。マダラの性格は好戦的な性格で、内葉隆盛の野心に燃える男です。戦争に明け暮れて万華鏡シャリンガンを酷使し続け失明した際には、弟イズナの万華鏡シャリンガンを奪い永遠の万華鏡シャリンガンとすることで視力を取り戻した非道の男とされていましたが、実際はイズナ本人の希望で内葉を守るために目を譲り受けていました。何人もいた弟のうち唯一生存して共に戦場で戦い続けたイズナには、特に深い愛情を注いでいたようで、願掛けや無事であることを祈っていた様子。実際イズナを殺害した扉間を長い間恨んでいたようでした。大悪党って感じだけど弟思いのいい兄貴なのか。また千住との戦いで兄弟を全て失った経験からか、柱間とは別のベクトルで戦争のない平和な世界を求め、後にそれを狙って里を抜けていました。当人曰く後ろに立たれることが嫌いで、仲間と呼べるのは内葉一族の他には柱間くらいのもの。誰と関わっても最終的には己一人で目的を遂げようとする人物でした。また日光よりも月光を好み、生前は月を見上げながら夢の世界に思いを馳せていたようでした。そしてマダラを語る上で欠かせないのが筋金入りの戦闘狂ということです。平和を希求していたのは確かですが、同じだけ戦うことを望んでもいました。実際里を抜けた理由の一つは、思い切り全力を振るって柱間と戦うためであり、戦いの中で柱間の力を奪い取るためでもありました。そして柱間に執着するのは、昔も今も自分と戦えるのが柱間しかいないからであり、現代の弱い忍者では手応えがなさすぎるからとのことでした。戦闘狂の典型的性格だ。こういうやつが一番厄介だよね。そのため第四次忍海大戦で柱間が戦場に現れた際には、待ってたぞ柱間と歓喜をあらわにし、八門遁甲の陣を発動して計り知れない力を発揮したマイトガイに対しても心底楽しげな様子で戦っていました。そして忍びとしての実力は、伝説の忍び内葉最強と呼ばれる作中最強クラスの一人、存命時最強の忍びと称えられた千住柱間に対抗できたのは唯一マダラだけという強さを持ち、性質変化は開眼した輪廻眼の力により五代全てと陰陽とも操ることができますが、特に生前から得意としていた内葉の看板とも言える火遁忍術に長けていました。使用する武器は一族当主の所有物である濃淡型の内輪と鎌。千住との抗争や柱間との戦いでは、万華鏡シャリンガンを駆使した実力を見せ、地形を変えてしまうほどの破壊力を披露していました。死後江戸転生で蘇った後は、兜の改造と移植した柱間細胞や開眼した輪廻眼の力が合わさったことで、前世紀以上のとんでもない力を発揮し、忍び連合や当時の五影たちを片っ端から蹴散らし、そのとんでもない実力を見せつけていました。続いてはマダラの扱う忍術について見ていきたいと思います。シャリンガン、内葉一族の一部の家系が代々遺伝により伝えてきた血系限界。愛情を知った内葉一族がその喪失を感じて深い悲しみ怒りの感情に飲まれた時や、
己の力不足に対する憤りを爆発させると、脳から特殊なチャクラが発生し、視神経がその影響を受けることで開眼します。忍術、体術、幻術に分類される全ての術を視認するだけで見抜き道術の中でも特に動体視力に優れ、見切りに秀でた性能を持ちます。目の前の人物の口の動きから発言内容を読み取ったり、敵が結んだ縁から使用する術や、性質変化を判別することも可能。単に動体視力として優れているだけでなく、チャクラにも色がついて識別可能になります。味方が幻術にかかっているかどうかの判別、実体のない分身に紛れた敵の発見、通常は見えないはずの攻撃の視認などに活用されます。万華鏡者輪眼、ウチハ一族の歴史上で数人しか開眼したことがないとされる伝説の道術。通常の車輪眼からさらに切り替えで変化し、開眼者固有の文様が瞳に出現します。すべての面において車輪眼を上回る能力を持ち、この万華鏡の状態でのみ使用可能な術があります。マダラはインドラのチャクラを持つため極ともえと呼ばれる独特の形状の万華鏡を開眼しています。その突出した動力でもって、九尾をもたやすく支配下に置いていました。さらにマダラの万華鏡車輪眼は永遠の万華鏡車輪眼と呼ばれる目であり、万華鏡開眼者が他者の万華鏡を移植して取り込むことにより、固有術をいくら使用しても視力が低下しない命と変化していました。江戸先生プラス永遠の万華鏡車輪眼はチートすぎる。同術使い放題じゃないか。リンネガン、忍びの祖と言われる伝説上の存在、陸道仙人が開眼したとされる究極の道術。マダラはこのままスサノオを使うことができますが、リンネ車輪眼ではないので万華鏡の力を併用することはできないため、雷影に幻術をかける際には、万華鏡車輪眼に戻して幻術を仕掛けていました。幻術は車輪眼じゃないとダメなのか。スサノオ、万華鏡車輪眼を開眼した者が使用できる固有術。マダラのスサノオの第二形態は2面で4つの腕のある鬼の姿でチャクラの色は青でした。固有の武器としてそれぞれの腕に波打つ刀身の剣を持っています。このスサノオの持つ剣は飛び道具になります。投げつけた後はマダラの石で軌道を自由自在にコントロールできるほか、リンネガンの下道魔像の鎖を切断できるほどの切れ味を誇ります。さらに永遠の万華鏡車輪眼なので下半身を構築可能でした。完成体スサノオ。スサノオの最終形態、第4形態を経て、鎧や衣服が追加された鎧武者の姿の完成体へと変化します。天狗や鬼を思わせる形相の仮面をつけており、サイズも美獣と同じくらい大きくなり、術者は額の部分にあると金を模した五角形のパーツに収まります。神羅万象を砕くその巨体と迫力に見合った圧倒的な破壊力を発揮することができ、背中の腕が保持する鞘に収まった2本の太刀で、一振りで何百メートルも離れた山2つを切り、その山までの間も衝撃波で吹っ飛ばしていました。本人によるとこれを一度見た者は死ぬと呼ばれているらしく、美獣にすら匹敵すると述べていましたが、明らかに美獣より強いと思われます。この強さどう見ても美獣どころじゃないだろこれ。異想スサノオ、美獣を覆う形でスサノオを発動させ鎧として用いる。単純な防御力の向上だけでなく美獣にスサノオの武器を使わせることもできます。マダラは九尾を覆う形で発動させており、生前の柱間との戦いで使用していました。スサノオと美獣のドッキング、純粋に男心をくすぐるかっこいい組み合わせだ。他の美獣との合体も見てみたかったな。八坂のマガタマ、スサノオ発動時に使用できる遠距離攻撃。マダラはイタチのものとは違い、術上にマガタマが連なっていました。天外神聖、リンネガンの動力で上空に巨石を生成しそのまま敵に落とす術。そのあまりある術のスケールから、忍び連合を絶望させていました。これはもう忍術とかいうレベルじゃないよね。しかもこれだけの規模の術でありながら、2個目を無限に連発できる術となっており、ガーラのサポートもあり大野木が捨て身の覚悟で受け止めていましたが、そこに2個目の隕石が直撃し連合に甚大な被害を与えていました。またこの術は規模の関係上そのまま使うと自分が巻き込まれる道連れ用の術であり、江戸先生であったこともあってマダラはそのまま自分ごと巻き込んでいました。天外流星、十尾の陣中力となりリンネガンを両目とも取り戻した状態で使用。地獄先生の重力玉を無数に生成し隕石群を作り上げそれら連続で地上に落とす術。こちらは無限つくよみ発動のための時間稼ぎとして発動して使用していましたが、
陸道の力を手にしていたナルトとサスケにあっさり粉砕されていました。リンボ変獄、両目のリンネガンに宿る道術、見えざる世界リンボにもう戦闘力は本体と変わらない一人の自分を出現させる術。この分身は、分身側からは現実世界に存在するのと全く同じように物理的に攻撃できますが、こちらからは攻撃するどころか視認も感知もできない分身になっています。これはチート臭いな。本体が封印術などをかけられそうになった時には分身を身代わりにして脱出することもできます。右目だけの時は1体のみでしたが、両目にリンネガンが揃った際には出現させられる数が4体に増えていました。例外的に、同じリンネガンであれば分身の姿を視認することができ、六道戦術を得得しているものであれば感知及びこちらからの攻撃ができます。無限つくよみ、機体に開眼したリンネ車輪眼で発動可能になった術、機体のリンネ車輪眼を満月に移し、リンネ車輪眼の力を受けた満月から発せられる光を浴びた全ての生物をつくよみの現実世界に落とし込んで捉える術。術にかかった者は、精神世界においては自身の願望が実現した都合の良い世界を見せられ、その世界が現実だと思い込んでしまいます。世界のあらゆる場所に真珠の根が溢れ、そこから伸びた剣に絡め取られた犠牲者が、蜘蛛の糸で巻かれた獲物のようにずらりと並んで吊るされる凄惨な光景になります。また現実世界の肉体は真珠の根に絡め取られ、チャクラを半永久的に吸収され続けます。この術の犠牲者はチャクラを吸い尽くされると、やがて白舌と同じものに作り変えられる模様。この鶴は切断しても即座に次の鶴が伸びてきて再び絡め取るため、犠牲者を救出するには術そのものを解術する以外に手立てはないです。そして術にかからずに忍ぶことができるのはリンネガンの開眼者が展開するスサノウの内部にいる者のみで、このスサノウのみ現術の光を完全に遮断することができます。また、死者には影響を及ぼさない術であるため、江戸天聖隊のほかげ4人も術を免れていました。木遁の術、マダラは初代ほかげの細胞を埋め込んだことで発動可能となっていました。ただマダラが生前に埋め込んだのはほんの一部であるためリンネガンを開眼したのが限界でしたが、江戸天聖時に木遁として使用できたのは、兜の改造で移植した細胞が増やされていたためでした。道術も扱える上に木遁まで扱えるとは、さすがにヤバすぎるわ。木遁秘術樹海降誕。ご存知柱間の大技でその名の通り樹海を作り出す術。攻撃、防御、相手の動きを封じるなど万能な術。木遁か樹海降臨。樹海降誕の上位技で、巨大な花から麻痺や酩酊効果を持つ花粉を散布する。即効性がある分持続性はないらしく、花がなくなると効果も消える模様。木遁木流の術。柱間が得意としていた大尾重要の封印術の一種。樹木の竜を巻きつかせてチャクラを吸い取り動きを封じる。生前最後の柱間との戦いで使われたのが印象に残っていたようで、第四次冥界大戦では彼を真似て尾重モードのナルトを圧倒していました。多重木遁分身の術。木遁で作った分身体を出現させる。マダラの場合はここからなんと分身全員がスサノウを使用することができ、五影相手に5対25という状況を作り出して、圧倒的力の差を見せつけていました。こんなことされたら笑うしかないわ。影楼、本来は白舌の術ですがマダラは木遁の応用で樹海降誕の樹木に潜ることができました。新樹海降誕、無限つくよみにかかった対象を捕獲する木遁忍術。術者のチャクラではなく真珠の鶴を用いて発動していました。火遁豪華滅却。豪華級の上位術で口から吹き出した火炎で視界一面を焼き払う。得得難易度は B ランク程度の術ですがマダラの実力ゆえかその規模の大きさはものすごく、霧隠れの忍び数十人がかりの水遁でようやく鎮火できていました。さすがウチハ一族というだけあり、マダラの実力も相まって驚異的な火力になってるね。火遁豪華滅失。豪華滅却のさらに上位に当たる術で、当たり一面を焼き尽くすほどの威力と範囲を誇る火遁。五影戦の際に使用していましたが水影の水遁によって完全に消化されていました。火遁流炎放火の術。竜の形をした火炎を複数飛ばす術。江戸天聖が解除された際には火術に並行して五影に対して使用しましたが全て綱手に叩き落とされていました。火遁廃人隠れの術。体内に練り込んだチャクラを高熱の炎として吐き、周囲のものを瞬時に燃焼させ、灰や塵を巻き上げてその隙に遁走する。
マダラには珍しい逃げの術で輪廻転生の術で蘇った後、サスケたちから逃亡する際に使用していました。前方イントンライハ、十尾の陣中力モード時に使用。イメージから形を作るイントンの術の一つで、手から無数に枝分かれする雷を放ち相手を捕獲する。前方ラントン光が、ラントンの術の一つで口から放つあらゆるものを溶断する光線です。復活したナルトに対して使用し、陸道ナルトが装備していたブドウ玉の棒を溶断していました。ブドウ玉、オビトと同様に十尾の陣中力になったことで得た力で、触れたものを消し飛ばしあらゆる忍術を無効化する玉。普段は黒い玉ですが術者が望む形なら防御壁や武器のような形にもなります。しかし戦術は無効化できず盾にするなどで物理的に防ぐことしかできません。また形態変化には時間制限があります。ウチハ返し、生前に所持していたウチハを使って使用する技。相手の攻撃を吸収して風の性質に変化させ跳ね返す。風の性質付きのエグいカウンターだな。不用意に攻撃もできないのか。このウチハは霊木から削り出された神器で、ウチハの長が代々継承してきた代物でした。口寄せの術、時空間忍術の一つで血を流した手をかざすことで術式が展開され目的の対象を呼び出す。以前は九尾を従えていましたがこれは現術で操っており、輪廻岩海岸後は下道魔像を口寄せしていました。江戸転生会、江戸転生の口寄せ契約を解除する術。兜の江戸転生が解除された際に魂が解放される前に自分からこの術を発動させ現世に留まっていました。陸道十尾吸引、十尾の陣中力になるために使用した封印術。膨大な質量を誇る十尾を一瞬にして吸い上げ己に封印する。金庫樹の札。封印術の一種。対象の心臓に樹符を仕込み行動を縛るため、仕込まれた対象は自力で排除することができない模様。輪頭人に仕掛けていましたが何の因果か両方ともカカシの雷切りで心臓を潰すことで排除されていました。以上になります。いかがでしたでしょうか。さすがこの派の創始者だけあってチート級の術のオンパレードだったね。基本的には道術やカトン、木トンの術に長けてたね。すべての面で群を抜き他の忍びたちを圧倒する忍術を持ち、忍界トップクラスの実力を持つマダラは作中最強キャラの一人に数えても問題ないレベルでしたね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。